おはようございます。今日は17日目です。はい、こんな感じです。わかります？はい。今日はちょっともうちょっと様子見たいと思います。はい。で、なんやろ、なんか朝、毎朝撮ってんねんけど、もうなんか朝起きるときに体中なんか痛いんですよ。なんか歳取ってきて、なんか、節々が痛いっていうかね、やばいですよね。なんか昔に、20歳から10年間ぐらい、ボディーボードとスノーボードやってたんですよ。で、スノーボードもなんか、結構岐阜県とかでやってたんで、アイスバーンって言って、もうなんか氷の塊、板みたいになってるとこでよくこけてたんですよ。膝とかバーン打ったりとかね、逆エッジでバーンって後頭部打ったりとかね。なんか結構、あちこちこう打ったなと思って、それが年を取って出てきてんちゃうかなみたいな感じですね。はい。で、なんか辞めてからもうみんな周りとか行けへんくなって、辞めてから年ぐらい経ってドイツの友達らとみんなでスイスに行ったんですよ。で、スイスの山で私が滑れるって言っててんけど。全然なんか滑られへんのちゃうかみたいな感じで言われてて、ほんでパッて滑ったら、やっても全然滑れるわみたいな感じで、体は覚えてるもんなんやなと思って、でみんなはすごいやん、滑れるやんみたいになって、でビーって下まで降りてって、なんていうの、リフトのこの入り口、みんなバーで結構みんな列で並んでるじゃないですか。そこでなんか知らんけど急に逆エッジでパンこけたんですよ。それはなんかすっごい人が見てる前とか恥ずかしかったなと思って、で、その後なんかリフト上がっていくときって、なんかリフトが変な形してるんですよ。T 字になっててね。普通みんな椅子みたいな形、日本だったらなってるんですけど、T 字の棒がひっくり返ってみる感じ。で、その棒に、スキーだったらちょっとこう腰掛けることできるんやけど、スノーボードの場合は、板を前にして、で、またにその T 字の棒を挟んでこう上がっていくみたいな、すごい変な格好して上がっていくんやけど、その T 字やから私が左から来たらもう一人は右から来る感じ で板はまっすぐしとかなあかんねんけど、ミュンって急に上がるから板が引っかかってね、なんか変な形でバーンってこけて、リフト止めたことあるんですよ。なんかその時はすごい怖かったですね。死ぬんちゃうかなと思ってね。はい、また撮ります。